これはルービーズのハッピーマスクって書いてありますね。だからダークナイトのジョーカーの古文 でこれはこれもなんかついてる。なんでハッピーなのか分かんないです。この他のジョーカーの古文はその前回のそのヘンチマン、これはヘンチマンってこれは古文って書いてあるんです。古文ってストレートに古文って書いてあったんで古文なんですけど、これでこれはあれジョーカーと一緒にタクシーの右側の助手席に乗ってて、ジョーカーが後ろでそんな銀行に入ってって真っ先に銀行に撃たれてしまう。でこれは屋上からワイヤーに乗って隣のビルからやってきて、まずそのなんか回線かなんかを切ってるやつを後ろから撃ち殺す。でこの人これはその後銀行は開ける、銀行強盗で金庫破りするんですけど、金庫破りしてるところに別にまた別のやつに撃ち殺されちゃう。だからそのこの男が撃ち殺した配線のやつだと、この男を撃ち殺した最後まで残っていて、最後ジョーカーが呼び寄せたバスにはねられるやつともう2つあって、これ全種類あるんですかね。もしかしたらあるかもしれない。でこれは髪の毛がついてる。で色がちょっと違う。映画ではも赤いです。これは茶色いです。でジョーカーがその時かぶったのがこのマスクですね。かなり色が変わっちゃった。でこれは小川ゴム版はこんな感じ。こっちの方がいいですよ。でもまあどんだけ持つかは分かりません。同じかもしれない。でジョーカーのマスクも小川ゴム版はこうやってあって、他にもこっちのこのルービーズでもあるみたいですけど、ジョーカーはもともと化粧してるんでね。